ほう。Y 大学生、カンニング冤罪で全単位剥奪。めっちゃ抗議したけどクソ教員は聞く耳なし。人生むちゃくちゃだわしね。飯うま。ざまあ。でもやったんでしょ？疑われるようなことをしたお前が悪い。裁判起こせ。しかも拘束されてから担当教員の都合で2時間待たされたしね。顔が犯罪者顔だから仕方ないな。イケメンだったら疑われることもなかったものを。普段挙動不審だからだよ。何したら疑いかけられるんだよ。顔のせいとしか考えられん。どうせ股の間にスマホでも挟んでたんだろ。証拠もないのに拘束やぞ。全然わからんかったから左前の席のやつの答え見ようと悪戦苦闘してたら答案集める直前に声かけられて死亡した。は？アホなの？全然冤罪じゃないけん。やってんじゃねえか、プゲラ。バカすぎわろた。証拠はなくてもやろうとしてたんだろ。お前悪いじゃねえか、反省しろハゲ。うわぁ、くっそわろた。ナチュラルに笑わしに来るのやめろ。カンニングとか最悪だな。お前は有念した方がいいよカス。見ようとはしたが結局見れてない。答案もほぼ白紙や。それを突きつけたんやけど見ようとしていた気配があったのを複数の人間が目撃してるとか言われたんを。結局見ようとはしてたのかよ嘘つき野郎。やってるじゃん。何が冤罪だよ。不能犯と未遂の違いとかに詳しい人が必要になりそうな流れ。結局見れてないし回答はほぼ白紙。現場を録画されてたわけでもないのにカンニングしてたっぽいってだけで単位剥奪とか意味わからん。おまけに自分の都合で2時間待たせといて謝罪なし。見ようとしたなら冤罪じゃなくね。お前の事情なんてどうでもいいんだよ。ざまあ。何言ってだこいつら。結局答えは見れてないし証拠はないぞ。目撃証言だけで人生潰されてたまるかよ。証言あれば十分だろ。少し前まで駅に同情してた自分が恥ずかしい。未遂だから大丈夫とかいう思考がひどい。死ね犯罪者予備軍。死ねとか言ってるやつは頭湧いてるぞ。状況証拠だけで人生潰されてたまるかよ。そもそも答えは見れてない上に答案はほぼ白紙。なんでそんなんで真面目に頑張った科目まで単位没収されなあかんのや。カンニング行為が NG なんだからそりゃダメだよ。大学じゃないだけ良かったと思う。一応入学させた大学が悪い。試験前にバレたらそうなりますよって言われたろ。バレたからそうなったろ。根本的に勘違いしてるなこの駅は。ナイフ振り回して誰にも当たらなくても逮捕されるだろ。現行犯じゃねえか証拠いらねえよバカ。ネタだろこんなアホいないし。絶対初犯カンニングでは全単位剥奪はされないその単位だけ。俺の大学では全単位だぞ初犯でも。うちの大学は初犯でも下手したら除籍処分だよ。いや全部剥奪されるぞお前みたいなエフラン大だと甘いのかもしれんが。エフランか？後期の授業が剥奪されるんやで。一番意味わからんのは拘束されてから向こうの都合で2時間待たされたことや。しかも謝罪なしで説教始めるし。やっぱ大学教員ってクソだわ。カンニングで点取れるって語学？とりあえず、今年度の一区単位全部パーになるぞ。なんかす。どっちみちクズだし。卒論修了就職確定は板紙の見物。全単位って今年の？それとも今までの全部？2014年度。飯うまわらカンニング見逃してもらえた俺とは大違いだなわら。状況証拠っつうか完全に現行犯やんけ。毎年一人はいる。カンニングして実力以上の点数を取ることが禁止なのではなく、カンニングという行為そのものが禁止なのだから、冤罪でもなんでもなくアウト。とりあえず、人の良さそうな学務部の職員に泣きつけ、母ちゃんに電話しとけよちゃんと謝れクズ。周りからも密告されるとか相当なブサイクなんやろな。普通周り身内で固めるやろ。監視が3人おったんやでそのうちの一人がワイをマークしてて他の奴らにチクった。で寄ってたかってワイを監視してたんや。そしたらワイがカンニングと疑われる行為をしていたらしいんや。こんなくだらんことでワイは人生をむちゃくちゃにされたんや。カンニングしようとしていないなら冤罪だけど、そりゃ仕方ないわ。大学の規定は大抵不正行為またはそれに類するとかそれと疑われる行為は処分対象って書いてるからな。残念。これは擁護できませんね。つかカンニングなんてしたら人間関係にも影響しかねないやろバカだな。教室に監視カメラでもつけとけばよいのにな。まあ試験官がアウト言うたらアウトやからしゃあない実際見られてたんやし。
ちなみに普通の犯罪も2人以上に見られとったらそれだけで立派な証拠やで、確か。真面目に頑張ったのになんで答えわかんないの？この授業は戦略的撤退してたにゃーはよくバタンやるかと思って出席してやったらこれだよ。いちちゃんアホすぎわろた。ほぼ白紙にするほどわからねえのにカンニングして数問解いても変わらないのになわら。いっそのこと大学名晒して潰そうてやん。大学名は処分が出たら晒すやで。ネットの力でクソ教員を懲らしめてほしい。お前が恥をかくだけやでにっこり。俺も隣の席のやつがカンニングしてんの見たことあるな。こっそり机の中にしまっているプリント見てたけど、なんか逆恨みとかビビって教官には言わなかったけど。ツイッターでカンニングで検索したらカンニング公表してるやつがわんさかいて草も生えん。一の理論なら未遂に終わった犯罪は全て罪に問えなさそうだな。目撃証言も立派な直接証拠なんだよな。こんなクソ学生の相手せなあかん教授に登場するわ。せめてカンペ持ち込むぐらいにしとけよ、そらバレるわ。入試の監視員やってた時に思い切り振り返って後ろのやつの答案見てるやつがいて草も生えなかった。本人はバレないと思ってるんやろな。そもそもカンペや覗き見でどうにかなる問題がほとんどない。カンニングなんか前から試験官見たらバレバレやで。でも確実に怪しい場合じゃないと捕まえんらしいわ。だからカンニングバカはバレてないと勘違いするんや。確実に怪しいってなんやねん。答案が白紙でもカンニングしたとか言うつもりなんか。犯罪未遂でも犯罪をしようという気持ちがあったのならそれは有罪なんだよ。実際にしたんやろ。かわいそうだと思ってすれ見たらゴミクズやんけ。俺はカンニングやらないやるやつはクズだぞアピールも大概だけどな。一と同じくらい気持ち悪い。やるやつはクズだろ。かわいそうに友達おらんかったんやな。俺なんかセンター試験の時英語全くわからなくて前のやつのチラチラ写してたら全部間違いだったわ。玉川大学で俺の前に座ってた東光学園のやつ全部許さん。理不尽すぎて草生える。草ふかし。勝手に覗かれた上にキレられててかわいそう。4年の時同じゼミの熱狂的魚カスがスマホ使って答え書いてたから試験官にチクってやったわ。そいつは捕まったしワイは斜め後ろから覗いて答案丸見えだったし、ほんと最高だった。どんな風にチクったんや。その場で手上げてあいつスマホ見てるんをってやったんか。答案に左斜め前のやつがカンニングしてるって書いてわざと消しゴム落とした本で拾いに来た試験監督補助の姉ちゃんにそれ見せて、あとは試験監督がスマホ見てるの確認して捕まえた。はい、作詞で草生える。有能やな。カンニングに自信に気まで湧いてて草。こいつちょっと前にも8単位しか取れないとかすれ立ててたな。ぼっちで勉強もせず毎日ゲームやってるんやろ確か。で、実際に覗き込んだんだろ。見えてない。強盗しようと銀行行ったらもう閉まってたみたいなもんや。こんなんで刑務所に入れられたらかなわんわ。前のやつの答案覗くって一番論外なカンニング方法だよな。自然に見えるならまだしも覗き込んでたらおかしすぎるだろ。だから覗き込んでねえよ。座ってる位置をちょっと左に移動して頭動かさないように目線を手で隠しながら慎重にやってたから見えなかったんだよ。それなのに怪しいからとかいう理由で人生壊されたらかなわん。目立ちたいからドヤ顔で試合を左右する判定する審判みたいやな。ゆとり教育が生み出したモンスター。覗き込もうとするのがアウトなんだけど見えたかどうかは関係ない。だって下着泥棒するためにベランダに無断で侵入したらたとえ下着を盗んでなくても逮捕されるやろ。同じことやで。お前アホかよ。ベランダに侵入すらできてないんだよ。見えてないってことは。ベランダに侵入しようと足をかけたらそこへパトロール中の警官が通りかかっただけやろ。テストの場合はそれでもアウトなんだよ。それでアウトってアホかよ。人生かかってるんやぞ。こっちはそれをクソ教員の一存で決められてたまるか。人生って大げさに言いやがって。だったらよけどよ。てめえの人生を他人の回答で決めるのかてめえは。人生かかってるのに勉強しなかったあんたが悪いんでしょ。てか強盗とかに例えるからおかしくなる。例えばバードウォッチングをしてる人がいて、そいつがいくらすごい設備を持ってたとしても鳥が見えてなきゃダメだよね。なんやこのガバガバ理論。F ランは巣に帰れよ。バードウォッチングは悪いことじゃないだろうが。え？未遂犯って言葉を知らんのかお前は。ワイバカ言ってる意味がわからない。
どういうことや？なんでバードウォッチングで例えるんや。テストでカンニングをして見れなくて変な行動したらバレたって話やろ。バードウォッチングに起爆弾。突然のバードウォッチングに草。バードウォッチングで草生えたからもうええんやで。なんでわざわざ変な例えするんや。カンニングを疑われるような行為もカンニングに含むっちゅうことでええやんけ。ここでレスバトルに勝てたとしても1の単位は戻ってこないんだよな。カンニングしてまで単位欲しいのか。残党としか思わないんだが。疑わしきは罰せずという基本的な原則も守れないとは大学も落ちたもんやな。名ばかりの自治権を振り回してる暇があったら社会に溶け込む努力をしろ。疑いじゃなく確信だったんだよな。疑わしきは罰せずなんかで回避できたら監視カメラでもなきゃ隣人の回答見たを証明できるわけないとか言ってカンニングしてないとか言い張れるやろ。カンニングと思わしき行為をしてはいけないって原則を守れるようになってからじゃないと鼻で笑われるだけやで。イッチが本当に今回の一件でカンニング行為をしてる自覚がないなら本当にどうしようもないアホやから退学で打倒。普段からの素行も良くなかったんやろうなこいつ。なんで移民を納得させられないのに大学相手できるわけないやろ。グッバイイッチ。いかに冠を正さず、家電に靴を入れず。いかがでしたか？このイッチ、カンニングは冤罪どころか真っ黒でした。試験は事前準備をちゃんとして真面目に受けろということですね。カンニング、ダメ。絶対。